これもひとえに青森ファンの皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと喋っていいですか？ねぶた祭り見たことある人？青森好きですって人？幸せになりたいですって人？あ、開けなくてもいいです。いいですよ、大丈夫です。頑張ってくださいっていうのは冗談で、本番のねぶた、皆さん羽戸がつけている鈴ありますよね。この鈴、この落ちた鈴を拾うと幸せになれるっていうのがあるんですよ。皆さん今張り切って手を挙げた人、ぜひ青森にいらしていただいて、そのねぶたの行為に巡り合っていただければなと思っております。お待たせいたしました。そろそろですね。それでは参ります。青森ねぶた、いざ出陣。